はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですがまたねマスターデュエル神アップデートが入りまして、アップデート必須化は8月の8日なんですけど、今日8月の6日からもアップデート入って使えますということで、マジでいろいろまたアップデートがこんだけ入りまして、日に日にねマスターデュエルって遊びやすくなってるんですけど、またアップデート入って遊びやすくなりました。マジでこのゲームのシステム系作ってる人マジ有能すぎてやばい本当に。ちょっとざっとねどんなアップデート内容か見ていこうかなと、思います。とりあえず必須化8月の8日ということで、バージョンが違う同士だとルームマッチとかできないので、アップデートは必ずするようにね、してくださいというところですね。でまずね、主な更新内容1個目、原始生命体ニビルのカウント表示。手札に原始生命体ニビル隕石がある場合、ターン中に相手プレイヤーが召喚と召喚したモンスターの数を原始生命体ニビルのカード上に表示する機能を追加しました。ちょっとこれ見てほしいんですけど、相手モンスター召喚と召喚するとニビルの左上にとこの画像の左下になんかその1とか2とかこれカウンター表示されてるの分かります？これニビルカウンターなんですよ。今3回目ですこれ。これおもろすぎん。そして次、デッキの残り枚数表示。デッキの残り枚数が10枚以下であるとき、デッキ上に残り枚数を常に表示するようにしました。これちょっとクソ適当にティアラメンズでめっちゃデッキ掘ったときなんですけど、こうしたら、なんか8枚ほら、終わる。今これ、デッキ枚数がさ、ずっと8って出てるんですよ。だから、なんか増字突破してるときとかさ、相手あと残り何枚だみたいな。時とか、あとはまあティアラメンツとかでね落としすぎちゃう時とか、まあそういう時とかにまあ使えるのかな。うん、まあ主には増地に突破してる時かな。次、リンク召喚およびシンクロ召喚素材の効果適用について、 IP マスカリアの ② の効果など破壊されないみたいな効果ね、あれの効果など特定のリンク召喚およびシンクロ召喚をする素材となったモンスターがリンク召喚およびシンクロ召喚したモンスターに効果を付与した場合、まあ、だからマスカリア素材のなんかウーサとかまあリトルナイトとかですね、の時に画面の右上にスライドだったモンスターのカード画像を表示するようにして少し分かりやすくしましたということですね。これどういうことかって話なんですけど、マスカリナ素材にとりあえずアポロウーサー出しますよと。ですると、この右上にここにですねマスカリナの画像が、表示されますよと。ただなんか このモンスターを表示したときにマスカレーナの影響が出てるとかいうわけじゃなくて、その一瞬しか出ないっていう、まあ、感じなんで、まあ、分かりやすくはなってる気はしますけど、できればなんかここのモンスターに影響みたいな感じで書いてくれたら一番優しかった気はしますけどね。まあ、その辺は自分で覚えとけみたいな話かもしれませんが。次、これちょっとよく分かんなかったんだけど、キャンセルボタンによる操作可能箇所の追加ということで、効果を発動する前に発動する箇所を選ぶダイアログ、なんかその効果発動1番しますか2番しますかしませんかみたいな、あのダイアログかな、あの時にキャンセルボタンで発動をキャンセルできるようにしましたって、まあちょっと細かいアップデートなんでちょっと確認ができないんですけども、まあこれもまた便利になってるかなと。で次、ダブルクリックによる決定操作可能箇所の追加。まあこれもね、まあ、細かいところなんで、まあ動画ではお見せしないと思いますけども、まあいろいろ各種ダイアログの選択項目とかカードリストにの選択収入におけるフィールド上のカードとかもダブルクリックによって、決定できるようになったので、まあ割とそのまあタイムアップとかのケアにもなるし選びやすくもなるし、細かいところでねこのキャンセルボタンとダブルクリックは遊びやすくなってるかなというふうに思いますね。はい。で次、これ激アツ、デュエル中の演出の追加と調整。ちょっとアーゼウスに演出追加されてるから見てほしいんだけどさ、めちゃくちゃかっこいいから見てね。まあとりあえず召喚ムービーは元々あった、これ元々あった。この後いくよ、アーゼウス効果、うおネガロギアカタストロフ、クソかっけえ、やばいこれどうやらですね、なんかね今のところ4種類ぐらいが追加確認できてて、アーゼウス今見てたですね、アーゼウスと赤き竜、コズミッククエスタードラゴンと、あとスカーレットデーモンが追加されてるらしい。まあ、この辺の映像はちょっと見たい方はぜひね自分で確認してほしいんですけど、とにかくアーゼウスマジでかっこいいね。あの演出見るためだけに出すまである。でデュエルロックの表示内容の調整っていうのも、まあちょっと細かすぎるので細かすぎて伝わらないみたいな話あるので、まあちょっとここも飛ばしまして、で次、デッキ編集に関する更新内容。これなかなかクセ強アップデートで、ブースト生成モードの追加と、4枚以上のカードの生成が可能となるブースト生成モードを追加しましたと。
カード生成のダイアログの右上のブースト生成ボタンによって切り替え可能。これロイヤル、まあロイヤル加工を生成している界隈がにちょっと激震が走っています。いつもカード生成するときこのボタンを押すと思うんですけど、ここにブースト生成っていうのがあのボタンありまして、いつもだったら、ね、あの3枚しかあの生成できないんですけど、ブースト生成っていうのをやるとなんか死ぬほど生成できるっていうちょっと Y ととりあえず、99枚生成しています。一応 MAX 99枚らしいんですけど、これ生成するとなんか確認しましたみたいな感じでなんか、こういう風な感じで、社員加工が何枚出ますよみたいな。だからまあロイヤル加工チャレンジとかしてる方にはいいのかもしれないけど、これ注意してほしいのはその一気に出ちゃってロイヤル出たら止まるとかいう機能がないから、その、まあ、基本的にロイヤル出たら止めたいっていう方は今まで通り1枚ずつ生成するのが確率的には一番いいんじゃないかなと思いますけど、あのマジでポイント余ってる人は一気に99枚生成するのもあり。その他機能に関する更新内容ということで、ホーム画面の回収ですね。ちょっと説明するんですけど、すげえ見やすくなりました。このホーム画面ね、めちゃくちゃ見やすくなってて、ここにミッションが あって、今どういうミッションが今日あるのかっていうのを確認できるし、あとデュエルパスはこの上のね、ここになってて、ここから確認できますよと。今までこうだったからね。で、あのランクデュエルがあの右下の方に、ボタンあって、ここから普通にランク戦とかができるようになっていると。だからまあホーム画面からいろんなところにアクセスしやすくなったってことですね。これも使いやすくなってめちゃくちゃいいアップデートなんじゃないかなと思います。そしてデュエルライブの回収。デュエルライブについて、プレイヤーが使用していたデッキをコピーできるようにいたしました。感染時の視点プレイヤーを変更できるようにいたしましたということで、まあ僕あんまりデュエルライブ見ないんですけど、これジェムもらえたりしますもんね、これね。これはまあ毎日見てる方は結構便利な機能だったんじゃないかなと思いますね。デュエルライブ見ていただくと、まあいつも通りね、あの再生とかできるんですけど、こっから、あのデュエリスト A とかデュエリスト B のデッキを確認するっていうボタンがあって、で、このデッキをコピーするっていうボタンを押すと、まあこれがそもそもそのまんまあのコピーできるようになるということで、まあデュエルライブ見てお気に入りのデッキをね、見つけた方はこの機能を使っていただければというふうに思います。このデッキ、裏ら入ってないけど大丈夫。そして MD 検定の回収。MD 検定基本的にランクマッチでしか実技進められなかったんですけども、なんかフリーマッチでも一応実技が進められるようになりましたと。いうことが書いてあります。まあ一応戦闘破壊とかなんかそのダメージとかなんかそのカードを破壊するとか除外するとか、ああいうまあ実技を進めることができるなとフリーマッチで。ただ正直ですね、ランクマッチ以上にフリーマッチってめっちゃサレンダーされるんですよあとほとんど同じ人としか当たんないし、かとってるから、だからね、あんまりなんかそのフリーマッチでやろうとしない方がいい気は俺はするけどね。まあちょっと皆さんもよかったらやってみてください。あとは微妙な回収で、学科の解説で表示された選択肢と正解の選択肢、自分が選択した、選択肢が分かるように変更しましたということで、ガチで勉強したい方は遊戯王についてしたやついんのかいう方はね、こっから復習していただければと思いますね。はい。で、まあ最後に、不具合の修正ということで、まあこれいろいろね、PVP デュエル、PVE デュエルあるんですけども、いろんな修正が あったので、これを修正しましたということですね。これ見ていただいて分かるんですけど、マジこのゲーム、ほんと、日に日に神気になってまして、まあ、とにかくね、アーゼンスの演出かっこよすぎ問題、これですね。あれ多分、ほら、コナミがさ、アニメ作りますって言って、なんか新しい会社みたいなの立ち上げたじゃないですか、プロジェクトみたいな。なんかあれのアニメ多分流用してんですよね、あれ、アーゼンスの。めちゃくちゃかっこよくて。これ多分今後増えていくんじゃないかな。ああいうなんかそのアニメ部門が作った演出みたいなのがマスターデュエルに追加されていくみたいな激アツ現象が多分今後も起こり得るんじゃないかと思ってめちゃくちゃ楽しみにしてます。はい。あとコナミさん、ちょっと一個だけお願いあるんですけど、診断のリストだけくれませんこれ一生言い続けてるんですけど、バージョンアップデートマジ神なんですけど、ちょっとカードリストないの結構厳しいんで、インフルエンサー的にはちょっと ぜひね、診断のカードリストだけいただけるようになるんでしょうか。はい。これだけちょっとお願いして、動画終了したいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。